やっほーはい居酒屋さんおめでとうございますなんか珍しい感じする売れて居酒屋さんいつも来てくれるの早いけど一味くりんは珍しい気がするはいということでもうさっきお風呂上がったんですけどちょっと1分くらい遅れちゃった配信するちょっといろいろ準備してました今日は昨日ネイルできなかったっけど爪伸びすぎじゃない <laughs> 爪伸びすぎじゃないですかなのでちょっと今日いつもと場所違うんですけどネイルしようかなって感じですどうしようかなさっきネイル落としてきてなんか私今数少ないネイルの中から何個かネイル持ってきたんですけどなんか何色にしようかなってめっちゃ迷ってて。 この間春色でピンクやったんですがめっちゃ迷うすっぴんですよどうしようかなどうしようかな 水泳おめでとうだってあ,ありがとうございますそうなんですよ昨日配信で言ったんですがあの重大発表がありますみたいな感じであの言わせていただいたんですけどなんと HKT48 があの来年2020年いや2021年に開催する、えー、と世界九州の水泳であの 任命式が今度26日にあるんですけどそうなん PR 大使にやっぱ博多を拠点に活動する HKT がそうなんですよ PR 大使になることが決定したんですイエーイそれでその任命式が今度あるんですがそうですね多分本んに誰もそう予想 できなかった予想してなかったことだと思うんですけどこれもまたね私たちにとってすごいありがたいお話なのでたくさんたくさん盛り上げていけたらいいなって思いますはいありがとうございます嬉しいですねそうなんですというお話でした、はい、ということでネイルどうしようかなこれとこれはよくミックスして塗ったりしてお気に入りなんですけど ミクの気分的にちょっと紫というよりかはブルー系塗りたいけどブルー系がなくてですねワッツワッツブルー系がなくてタワーが来てたタワー誰だ誰だあのさんだえ大丈夫ですか結構毎回投げてくれるもう3回目だよ <laughs> 大丈夫なのありがとうございます野ばらさんミクもんもん ありがとうございます嬉しいありがとう数えてんかいっていやなんかね数えてるって言うよりか毎回投げてくれるから覚えちゃった <laughs> そうなんか原則ですよね数えてくれてるの嬉しいで野原さんえーびっくりです本当にありがとうございますぜひ最後まで楽しんでみてください そう今日は家からの配信なのでねおいちからなのであのー、ホテルだとやっぱどうしても途切れちゃったりこの間ねカラオケ配信したんだけど結構なんか電波がガザザザってなったり、まあ、私のイヤホンの調子も悪かったっていうのもあるんですけどだからちょっとね家だから結構割と画質よく配信できてる気がするうん。ですなはい。 次、ネイル。これ、初めて見たけど、どっか、初めて見た、このネイルは。まだ開けてないですね。なんか、開けてないちょ、使ってないやつだと思う。なんだろう、でも、私、開けてないやつ、結構、割と多くてびっくりしちゃった。これも。<laughs> あ開けてなかったんだって。あ、でも、これとこれも絶対可愛いい。と思いませんかわいい気がする。 これはちょっと気分ではないんだよなこれエレタンかなにもらった気がするこれはなんか濃すぎるあとはこっちめっちゃ薄いこれもう春色ピンクって感じファンの人好きそうあと一時期塗ってたこれはもう使いすぎてないほぼ心ぐらいまでしかないこれはめっちゃなんか超塗って超塗って本当は なななんんかだろうなこういうの塗った後に重ねて塗るとかあ例えばこういうの塗って重ねて塗るとかが可愛いんだけどうギラギラにしたいからもうこの爪にしちゃうこの <laughs> この爪にしちゃうぐらいめっちゃ塗ってるリップ塗ってないね今日ってあリップはいつも塗ってないんですけどいやあの薬用リップ塗ってますバーバーと愛用してるんですけどバーこのリップめっちゃいいんですよねこれは HKT のメイクさんとか持ってるめったいひと塗りでプルプル超プルプルになると普通にこれでもこれは夏って感じだからななんとかまだまだあとこの半分ぐらいはあるんですけどなんとなく気分でどれにしようかなって感じなんだけどどれがいいと思うでもこれ普通に「失恋ありがとう」のなんか衣装とか似合いそうだけどなでも塗ってみないと分かんないよね開封してない開封てか開けてないまだこっち ね、青ねそう私も青塗りたいのすごくブルー濃ゆいブルーをすごく塗りたいんだけどないからでもこないだこないだっていうかずっとピンク塗ってたからそうオレンジもいいなって思ったわかるめっちゃひろゆきさん超わかる色がねこれしかないんだよねここら辺のこういう色しかない 塗ったことないやつ塗ってみるえどうしようこれでさ、あれ思った感じの色と違うみたいな感じだったらえこの色どう思いますかなんかちょっとババ臭い感じあるかな、なんだろうでもこれと混ぜたらどうしようなんか落ち着いた色がいいんですよね気持ちが今落ち着いてるからどうしよういい、いい、どう思いますかいいやん、本当ですか私ファンの人のこと信じていい じゃあそう私すっぴん全然変わんないよちょっと幼くなるくらいかな分かんないけどぐらいかもしれないほんとにあんま変わんないよねちょっと顔が薄くなるぐらいなんだけどそう大人っぽい感じにしようかなって思う じゃあ私作業しながらファンの方と話しとこう今日何してました皆さん「ミミミの家」ってうーん昨日は泊まってたけど今日は違いますそうそうそうなんか自分がこう無駄な時間が好きじゃなくてできればファンの方と常にお話ししときたいって感じなんですけどそう 常にファンの人とお話したい一日中 DMM 見とった、あいいね私も昨日ミミミの家にお泊りしてた時にあのー、久々に脳内パラダイスの私のそのが多分研究生の頃の脳内パラダイス公演見ててそしたらこうなんかなッこちゃんをナップザークに入れてもうあなんかその自己紹介 MC のお題が。 無人島に持って行くなら、みたいな感じのお題やったんよ。で、ミクが、その、当時の、そのミクが、ナコちゃんはナップザックに入れて持って行きたいって思ってたんですけど、それはできないので、ファンの方の手紙を持って行きたいですって。なぜなら <laughs>、なぜなら恥ずかしくなっちゃう。なぜなら、勇気がもらえるからですって言ってて <laughs>。その公入って、入ったわだって、本当に 大人にななったミクえー、んかすごいえっ友もそ入ってたうわう嬉しいじゃあずっとでもそうだよね私も覚えてるもんその頃からずっとともはみくのこと握手会に通ってくれてとかめっちゃ覚えてる毎回みくがさ今も幼いけどさもっともっと幼い時からこうやってちゃんとそばで支えてくれて応援してたんやなってなんかエモくなった。ね、ねねエエモモいいよよ、ね、めっちゃエモいよ、ね でももう本当にその頃の私はもっと高校生は大人と思ってたしましてや今もう高校も卒業してるからうん,なんか当時のその幼い時は本当に小指めっちゃ爪長い多分ずっとさネイル塗ってたらさ分かんないんだよねその自分が今どんぐらい爪伸びたんだろうって分かんないから本当に。 でも女の子は爪まあ男性の方もそうだけどやっぱ爪はね綺麗にしといた方がいいですよ <laughs> そう、でもその当時はねなんかもっと高校生の自分は満足してるって思ってた何だろうその満足っていうのはアイドルに対しての満足じゃなくてその生きてる上での生活の充実感というかなんかそのもっと満足してるだろうなって思ってたけど人として。 うん、満足できてない今全然満足できてないなんか変に大人になった感じがして今自分があんま好きじゃない <laughs> 当時の,その昔はなんかその子供めっちゃ子供っていうのもあってもう何にでもこうまあいい意味でも悪い意味でもこうだったんですよそうだからずっとこうやって一個のものしか頑張れなかったんですよ当時の私って。 でも今はなんかいろんな言葉とかいろんな意見を無駄に聞き聞きちゃっていろんなファンの方の声とかなんかそういうのをなんかなんだろうな全部が中途半端になってる感じがして今は満足できてないから当時予想してたことと全然現実は違う。そうだから なんだろうまあ、まだまだなりたい自分になれるというか上を目指せるというかな感じなんだろうけどうーん予想と違ったそうなんか今はいろんな意見聞き,聞,き聞き入っちゃうそれはいい意味でも悪い意味でもってなんですけどなんかそう。 そうだからまあ少しずつゆっくりなんだなと思って今現実ってうまくそんな簡単にね達成できないよねわかるなんかそんな感じ「ロマンティック病見てた」だって <laughs> 私も昨日結構ミミミの家にいる時に結構いろんなの見たんだよねあと何見たっけなあとあ HKT48 の九州一番は最初の九州ツアーのやつ見た私オープニングまだ出れ出れない 非選抜の時だったったけな確かそう途中で作田部の選抜を発表したからまだ非選抜の方でそうザピースのやつ見ててみんなキラキラしててなんか今の HKT のその期生さんとか2期生さんはお姉さん後輩を引っ張ってくれるお姉さんって感じだけど当時はそこまで後輩もいなかったからなんかそのもうふなんだろう うん、すごく何,何もギュッと詰まってたそのザ・ピース見てめっちゃ懐かしいって思ってそう映像を見て改めて見てうわーって思ったうわーって思ったさしさんの歌い方が昔から変わってなくてなんかわさしさんやなーって思ったわかるこのキミクの言ってること ね HKT が48の中でダントツ若かったっていう意味が分かっただって最初のお披露目デビューっての平均年齢13.8だっけ13歳ぐらいでしょえ <laughs> みたいな感じなんだけど信じられないなんかねびっくりだよね私すごいと思うそんな私先輩に言うもん当時13歳とかだったのにすごくみんなしっかりしてませんってでも先輩は言うんですよねなんかいや でも全然そんなみんな子どもだったから全然なんか全然しっかりしてなかったよって先輩は言うんですけどミックたちから見たらめっちゃしっかりしとる本当にすごいもんだってそんなな若い頃からさ背中見ないでさ自分たちで作り上げてきてるわけじゃないですかそんな13歳の頃から作り上げてきたものがまさしさんのおかげもあるけどさこんな素敵な HKT になってて本当にすごいあとファンの人の影響もありある すごいですよ。なんか初恋バタフライとかのやつ見るとなんかいい懐かしいなと思う,そう。好きだなあ。あひろゆきさん熊本城ありがとうございます。ひろゆきさんも毎回投げてくれる。そんな大えー、だいええー、いつも言う私言ってるけど大丈夫ですか <laughs> 嬉しいなありがとうございます。熊本城 あ,あすっぴんのミクに投げずにはいられんやん拝みたいありがたいやだって <laughs> めっちゃ急いで変えたんやろうな可愛い,いそうだよすっぴん言ったでしょ昨日もうすっぴんのミクはいつでも見れるでしょってそういつでも見れます、はい、な今日ナチュラルって今日ナチュラルとかじゃないのもうザス全部すっぴんさっきお風呂上がってきた 満載ですイエーイはい直接会いたいだってねなんかでも握手会もや申し込み中だからさ、まあ、会えることを願ってポチポチするしかない、うん、肌綺麗ですねいやこれは本当に うん気をつけるようにしてるし元の肌質もあるからかこれはもうありがとうございます肌はね自慢の一つでもありますでもちょっとまだまだ綺麗になりたいですね目指すは田中みな実さんはいそうそうそういつまでもハリのあるツヤのあるお肌でいたい 26日はどこでやるの博多にいるから見てみたいだって多分コロナが今あるから多分見れない気がするねだって絶対集めれないでしょ分かんないけどねだから多分ないそういう中継とかなる気がするけどなうん無観客なる気がする うん、4日連続配信すごいってすごくはないけどなんかなんだろう少しの時間でも大切にしたい人だからうんまあ会えない今だからこそなんかそういうの大切にしていきたいもっとうん大切にしていこうみんなもそうなんか そうねこの時期じゃなかったらファンの方は握手会ポチポチしたらファンの方が会いに来てくれるみたいな感じやったけど今は私がこう配信したり私がこう SNS をしなかったらファンの方は何も情報を得られないじゃないですか私個人としての「ミク今何やってるんだろう」とか「ミクの配信全然なくてでも会えないしな」って不安にさせちゃうじゃないですかそういうの嫌だからよいしょ あとは今はコロナのあれとかで普通にお仕事がさ握手会とか土日毎日あるわけでもないしとか公演毎日やるわけでもないしだから私から行動しないとさファンの方は心配になっちゃうでしょそうだからこういう時こそメンバーがしっかりするべきだなと思います綺麗きれい に詰め切りましたそうなんか最近は料理とかもめっちゃやりたくて、まあ、やる時間もないしほとんどホテルだし家に行ってもおばあちゃんが作ってくれたりとかなんですけどなんかこうやっぱアイドルって手は大事だなと思ってちょっと今は撮影とかもあんま来ないから多分先々だから歌番組とかで踊ることが多いから結構詰め切っちゃいますね。 料理ねなんか料理にこう目覚めたわけでもないんですけどなんかこうなっちゃんと葵ちの家に泊まった時にこれ前も配信で話したんですけどアボカドとトマトマのサラダ作ってくれたんですよもうそれがすっごくおいしくてなんなら2人で生活してるわけだからいつも2人で作ってるわけじゃないですか女子力っていうか,なんか人としてすごいなって思ってだからなんか私も。 今こうなんかやってくれる人がいるから自分で何もしないけどなんかいざこうなんかもっと大人になった時にちゃんと料理はできた方がいいなーって思ってそうでもさすがになんかちっちゃい頃からおばあちゃんのお手伝いとかしてたからその調べて作るとか全然できるんですよ。ただなんか本当になんかもうやってくれる人がいると自分でほんと何もしなくなっちゃうから。スーパーパとか行って ちょっとした時間に家族に食べさせてあげたいなって最近思うようになったそうだからなんかそういう手とか使うこと多いからなるべくこう爪ちゃんと切っといた方がなんかいいかなって思って今切,切りました <laughs> はいですねあだ名くださいだって「みくりんチュキチュキマン」<laughs> 名前のあれもない あれもない名前のうん。みくりんもね何誰かと住んでみたらってうんなんか、うん、そういうのができるならやってみたいけどねまだなんかそうそうなんか親が許さないかさそう。<laughs> うん 私も福岡にも家あるしねうん「ミクリンの料理は食べてみたい気もするけどちょっと怖いです」だって <laughs> いやそれでもねお出かけ見てる人は分かると思うけど HKT のいや結構料理はでめっちゃやばいわけではない <laughs> そうでもいたずらとかしそうみたいなイメージそう結構ねできますよ そうなんですよカレー食べたいってねカレーね最近全然作って尊敬できるアイドルは尊敬できるアイドルみんな本当にみんななんだよなでもやっぱ七瀬丸さんとか好き好きです普通に好き好きですやっぱ惹かれる好きですね七瀬丸さん大好きうんうん ですね。穴番見てたよ。スクショタイムリミカか, <laughs> かわいいんね。 みくも尊敬されてやばい今日結構リミカと遊ぶ時にミミミが何か <laughs> え「え本当にミクちゃんと一緒にいるの冷静に考えてやばい」ってふとした時に言うんですよん <laughs> かええー、って思ってでいつもミミミがいつもではないんだけど何回もあのー、前に私の握手会に来た 来た時にその写真を見せ見せせてくれるの <laughs> かわいいなんかすごいなって思ってこうファンでもともとでもそれが今では研究生で結構引っ張ってくれてねすごいなって感じます、うん、<laughs> えっ、ー、リリカちゃんって子が喜んでくれてる。<laughs> かわいい今口内ができちゃってね昨日から痛いんだよね口内が痛いうん一緒に活動ってすごいなねえすごいよね私はそもそもファンっていうよりかはなんか AKB は知ってたみたいな人だったからそういうことないからさなんかそ,そういうのも味わってみたい <laughs> うん、なこより遊ぶ回数多い最近は全然なこと遊べてないしもちろん遊べてないんだけどでもなんか昔はよく2人で一緒に東京行ってたから仕事も終わるタイミング一緒だったりもしてたからずっとなこと遊んでたかなもう毎日のように遊んでたかなうん。 ん。そうですねそうね後ろねなんかね服が私本当に大量にあるんですよで服を今タンス123個あって3つタンスに服入れてるんだけどでここにも。 ハンガーハンガーあってハンガーにもコートとかそういうのかけてるんだけどそれでも服が入りきれなくて本当に服めっちゃ多いんですよでもう1個服結構めっちゃ服多くてで毎回メンバーにもお下がりで開けたりするんだけど石尾部屋町で全部私の熊本も福岡もどっちも石尾部屋でえっと熊本の方にも服を送るんだけどそのあっさん投げてくれた。 ヒエキさんありがとう。でそれでも入りきれんくてもうハンガーを使って何とかかけてる状態本当に服が多いんですよいやそんな買ってるっていうよりかは可愛いいって思ったのは家族とお出かけ行った時にか家族が買ってくれるんだけどファンの方がプレゼントで送ってくれたりするのもあるしあとは普通になんかあの体型とか身長が昔からあんま変わらないから 溜まっていくばかりなんですよ、ね、そだろう身長がどんどん伸びていったらさちっちゃくなったからとかだけど私は変わんないからどん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 溜まっていくばかりでそうなんだよねだからそうね私はそのもう着ないなーっていうやつとかこれ着すぎたなーみたいなのとかはもうメンバーに回すようにしてるかな。 でもね私そんなにめっちゃ服持ってるのに着るの毎回同じなんだよね <laughs>、うん、もう高校に入ったぐらいから身長変わんないかなそんな変わらないからなうんベッドに変えたのこれ空気ベッドなんだけど前から空気ベッドだよああ布団はいっぱいあるね1個2個布団はいっぱいあるうん 22まで伸びるでも優子さんが大島優子さんが二十歳くらいまでは全然余裕で身長伸びるよって言われたけど私全然伸びないんだよね <laughs> 全然伸びないレッスン着えこれ普通パジャマでも使ってるしレッスン着でも使ってるしって感じかなこれもう多分もともとパパのなんだよね多分これ多分パパの <laughs> うん 帽子とかこっちに全部置いてる帽子も10個以上あるかなそうおしゃれとか好きだから「身長低い男子どう思いますか?」って私逆にめちゃくちゃ身長高い人よりかはなんか手一緒の身長ぐらいの人の方が親近感というか湧きますねすごいいいなって思うなんかそう なんか身長高い人が好きみたいな女子多いイメージ多分持たれてると思うけど私はね自分と同じくらいならから全然もうほうが親近感湧くうーんたまになんかめっちゃ握手会で超身長高い人とか来るけど本当に分けてほしいもん,どう,なんか、ね、どうやってそんな伸びるとって思う。 ねすごいのいいなって思います見上げるのきつくないも慣れたね見上げるの慣れたうんインスタの DM 見てるっていや他の SNS と比べたら全然見てないかなてか DM 自体が。 インスタ自体がそもそも使い方わかんない人なのででしかも流れてめっちゃ流れていくじゃないですか最初の頃は見てたんだけどね今はなんかなんかたまに怖いのとか送ってくる人とかいるから見ないようにしてるかなうん見ててたま,ー見たまに見るたまにうんですねなんかそんな一人一人は見てないうんって感じですうん そう前髪めっちゃ伸びたのめっちゃ伸びたけどなんか変に切って変になんかこう前髪巻いた時にそうなりたくないから一応もう、ま、伸ばしとでもあのー、結構時間が本当にある時は見てますよなんかみんな優しいなって思いながら。 こうやっぱ毎回書いてくれるのありがたいじゃないなですかなので見てる、うん、逆に1 8 0ンチの男子はっていやどうやってそんなに身長が伸びたのか聞きたいなどうやってそんなに身長が伸びたんですかって聞きたい。 ネイルは塗,れたのネイル塗ろうと思ったけどもなんか塗ってる最中にこう携帯ポバってやって終わった後にメール送ったりしたらなんかちょっとネイルが取れそうだから乾くまでめっちゃ時間かかるから全部パパパッと終わったら塗ろうかなって感じ。 お腹タップタップな人はって、ああ、枕にして寝たいですね。<laughs> 寝たいですね。ミクよく、お父さんのお腹のタップタップが好きで。お父さんのお腹枕にして寝とったな、ちっちゃい頃から。うん。<laughs> 枕にすなって言われちゃった。ガリガリな人は、ミクがたくさんたくさん料理を作って。 あげたい心配、うん、そう心配するから料理たくさん作ってあげたい、うん、でもそんな見た目そんなきねあの気にしない。 すっぴんです好きな男性は好きな男性はうん優しくてみくんのこと好きって言ってくれる好き好きって言ってる人と行動がちゃんと伴ってる人とか。 うんうん,なんかひ人としてまともな人とかやっぱなんだろうミクが小学6年生から HKT 入ってお仕事しさ,、ね、させていただいてるアイドルさせていただいてるけどなんかやっぱ周りにいるスタッフさんみんなこうきっちりまともな方ばっかりで。 尊敬すする人が多いんですよだからなんかなんだろう仕事めっちゃ頑張ってる人とか好きですねとかなんかだらけてる人よりかはなんかちゃんとお仕事頑張ってたり真面目に真剣に頑張って生きてる人が好きかなこうやって頑張ってる人が好きだからファンの人もお仕事とかあとこっちのお仕事とかの両立頑張ってるじゃないですかそういうところに惹かれますね。 うん、そうなんかあーまあ一回みたいな人よりかは「よし極みクくり何の〜を見るぞ」とかなんかそうやって「よし!」みたいな人が好き「よし!」が好きうん。かなそう。ちゃんと。だからこれからも両立とかお仕事とかいろいろ大変だと思うけど頑張ってもらいたいですね。 応援してます私もその活力になれるように頑張ります嬉しいそうなんかこうアイドル応援するために仕事頑張ってますとか言うとかっこいいって思う <laughs> うんよしよしですよそう私もなんか何かに夢中になりたいからこうダイエットでも。 ジムでもプラスになることに夢中になって頑張っていきたいな今ねう,うーん気持ちをもっと伝えたいだってえー、伝わってるよありがとううん同棲なのにみくりのこと好きすぎて辛いですどうしたらいいですかえー ずっと,、えー、すっと好きでいてほしいな <laughs> 好きでいてほしいけどな私も大丈夫みくりおじさんっていうのが存在するから安心して一緒同じ気持ちそうそううん あれは今のみくりんが好きだよって本当嬉しいありがとう嬉しいなすごく自信がもらえる本当になんか自信が前よりなくなってきちゃってるからありがたいなんか本当にちょっと弱ってるからありがたいですうん <laughs> 異性ですけど好きすぎて胸が痛いですだってありがとうございます嬉しいですあららら うん嬉しいなうん最近よく言ってるねうん <laughs> うん言ってるそうでもポジティブに行こうっていうのはちゃんと大切に生きてますよ うんまつげ綺れあ忘れてた最近全然まつげ美容液ぬれてないからすごくまつげが抜けやすくなってきてるそうなんでよいつもミクのことしか考えてないからえー、本ほんとに優しいありがとうございますうん うん髪サラサラだねほんと髪ね切りたいなでもだいぶ伸びたよねなんかここら辺だったのになだいぶね髪伸びましたやっぱ髪伸びるの早いです私うんえどういうこと夜ご飯失敗してブロッコリー溶けただってどうえどうやったらそうなると <laughs> すごっでも私もし 失敗したことあるよそういうのあるある失敗は成功のもとだこれからはもうブロッコリー溶かしたらダメだよ <laughs> ショートヘアにしてみたい、うんボブとか可愛いなと思ううんでもなんかアレンジ的なアレンジまあボブでもアレンジいろいろできると思うけどお54分だってそろそろねランキング読もうかなじゃあパパッと読みます 13位はしげぴーさん12位はひいくん11位はひろぽんぽん10位はしろさん9位はみつのりさんで8位はお久々ですねりくくんそして、えー、7位がすきつたえともも、えー、6位がげんきくんそして5位がりゅうちぇるちるビーム4位が柳 <laughs> やなぎやなぎ2位がピケトロピンク1位がひろねこひろゆきありがとう 今度はどのくらい着る予定えー、っとね着るまだ今伸ばしてるかななんか伸ばしてるそう結構こんぐらいの短さ味わったから伸ばしてますね、うん、アイドルなんですか人間です <laughs> 最近改めてみ,みくりんが愛おしくなってきたよってどういうこと <laughs> なんでうん嬉しい ポニテめっちゃ好きだってありがとうございますそうポニテポニテですね私も好き明日は東京東京だよ明日は東京です今日はおばあちゃんといっつも一緒に寝てるんだけど今日は最近なんかよく寝てる最中におばあちゃんにギューしとって気持ち悪くなる <laughs> 知らない間に寂しいんだなーって感じる そうなんかパッて起きたらおばあちゃんギューしててこの間昨日か昨日え一昨日かびっくりする <laughs> ね <laughs> 無意識でそうそうそううんドラマ今見てないなドラマ見てないなうん この前歌コンでくまと共演ししててなんか嬉しか嬉ったってえ私何よりも嬉しかったのが森高さんと話してきたこともそうですけどくまモンとこう3人でなんかこう出れてなんか本当はなんかひな壇とかにいるメンバーじゃなかったのにわざわざキングさんかなわざわざ AKB のスタッフさんが森高さんとくまモンが出てこの町を歌うから 私本当はその場にいなかったのにスタッフさんがわざわざ配慮こうしてくださってひなたに座らせていただくことになったんですよなので本当になんかそういうのをわざわざ考えてくださるスタッフさんにすごく感謝ですねはい本当は生でこうやって見れなかったのでそうやってなんかすごい「あ熊本だからじゃあミクリンも」って考えてくれてこうなんかねスタッフさんがきちんとやってくれたのがすごく嬉しくて。 ありがとうございますって感じでした、はい、いいスタッフさんばかりでよかったですうんそうなんですよそれは嬉しかったですね何よりも、うん、う私もなんか気が利くというかそういうのに気づけるアイドルになりたいそろそろ終わらないとかな森高さんめっちゃ優しかったです気さくで本当に優しかったです 熊本の話をしました、主に、うんうん、あと2分で終わるみたいなのでそろそろバイバイしようかなネイルこれ頑張って塗りますなんか、思ってた色と違ったら嫌なんだけどしたらちょっと変えるけどメールこの後送るのでじゃあ、その後に寝る前に乗っかなじゃあね、おやすみクリーン まだ寝ないだろうがありがとうございました眉毛,濃 <laughs> 眉毛こゆい眉毛こみくりん